アマーリエ、マリー・フリーデリケ・フォン・オルデンブルクは、ギリシャ王・オソン・イの王妃。ギリシャ5名、アマリア・マリア・フリデリキ。オルデンブルク対抗パウル・フリードリヒ・アウグストと、その最初の日で、アンハルト・ベルンブルク・シャウムブルク・ホイム・公、ビクトル2世の娘であるアーデル・ハイトの間の、長女として、オルデンブルクで生まれた。1836年11月、オソン・とオルデンブルクで結婚。 結婚式をギリシャで行わなかったことで当初から反感を持たれた。夫ともにギリシャの実情を理解せずに何事も当時の先進国プロイセン王国に習おうとする姿勢がいらぬ反発を招いたと言われる。アマリアは生涯を通じてプロテスタントでギリシャ政教に改修しなかった。夫と並んで政治に関わりながら王妃としての責務である。 後継者を生むことができないことまでもが攻撃された。1861年2月、ギリシャ人大学生によるアマリア王妃暗殺未遂事件が起こった。犯人は死刑を宣告されたが、アマリアの介入により、終身刑に減刑された。大学生は国民的英雄に祭り上げられ、国王夫妻への不穏な空気が高まった。約1年後、 ペロポネソス半島を訪問すべくアテネを立った夫妻は、もはや国王として国へ戻れないことを悟った。二人は、イギリスの軍艦に登場して、ドイツへ亡命した。アマリアは、残りの人生を夫と共に、バイエルンで過ごした。二人は、毎日6時から8時までを、ギリシャにいた頃を思い出すためにギリシャ語を話す時間と、決めていたという。1875年、アマリアは、 バンベルクで亡くなり、ミュンヘンに葬られた。アマリアは、生産性の低い農業を改革すべく、ワイン生産を奨励した。1838年に完成した宮殿に、付属して、広大な庭園を作らせ、そこへ、世界中から集めた500種もの植物を植えた。多くの植物は、アテネの乾いた気候に合わずに枯れたが、今日でもまだ多くの植物が残っている。 彼女はアテネに多くの庭園を造園した。アマリアドレスと言われるギリシャの民族衣装にヒントを得た新しい服装を考案した。ビーダーマイヤー様式にも影響を受けた。このドレスはかつてオスマン帝国支配下にあったバルカン半島のキリスト教徒女性たちにたちまち広がった。ありがとうございます。